ソテツメの植物の総称。サゴヤシデンプンは、東南アジアなどで食用とする他ソースの原料にも、なる。サゴは、ヤシカのサゴヤシ族など11族から取れるほかソテツモクのソテツ族など3族からも取れる。英語ではサゴが取れる。ソテツ族の植物もサゴパームということがある。主な種は次の通り。サゴヤシの中で最も広く利用されているのは、 サゴヤシ族の植物で、特に、ホンサゴが、最も多く、競技のサゴヤシとされる。サゴヤシの収穫。樹幹の芯を砕く。パプアニューギニア、東セピック州にいて、サゴヤシの収穫。澱粉質をこし取る。パプアニューギニア、東セピック州にてサゴを焼いて作った、パプアニューギニアのパンケーキ。サゴを球場に加工した、サゴパールサゴヤシは、 東南アジア島諸部やオセアニア島諸部の低湿地に自生する。サゴヤ市の植物学的な研究は発展途上であり、原産地は未だ解明されていない。東南アジアでは稲の導入以前に主食の一端を占めていたと考えられている。南インドでも食べられている。パプアニューギニアでは現在でもサゴヤ市のデンプンを主食とする人々がおよそ30万人いる。一方、 ミクロネシアやポリネシアではほとんど食べない。ソテツ族のソテツから取るデンプンは、琉球列島や南日本でも、食用とされていた。文献記録上最も古い言及は、マルコポーロの旅について書かれた13世紀の、東方見文録ではないかと言われている。文中に、スマトラには、幹に、小麦粉が詰まった高木がある。木の隋を桶に入れて、 大量の水を注ぎしばらく置くと、そこに粉が沈殿する。この粉で作ったパンは、大麦のパンに味が似ているとの記述がある。佐ゴ屋市は成熟して収穫可能となるまでに15年程度を要する。佐ゴ屋市は、生涯に一度だけ開花するが、それまでは、継続的に幹の中に澱粉を蓄積し続けるので、 必要に応じて、十分に大きく育ったサゴヤシを切り倒し、デンプンを収穫するという形での利用が行われている。サゴヤシ族の場合、一本のサゴヤシからおよそ 100kg 程度のデンプン質を採取することができる。サゴヤシの利点は、多年生で年間を通して収穫できることで、これによって食料供給が安定する。 また病害虫による被害もほとんど問題にならない。作物としてのサゴヤシの欠点は、プ粉質以外の栄養分がほとんど含まれていないことである。そのため、タンパク質やビタミン、ミネラルなどを他の食物から10分に摂取する必要がある。サゴヤシの収穫は2名でも不可能ではないが、普通は5人から10人程度のグループで行われる。まず男性が、 サゴヤシ斧などで切り倒し、樹皮を剥ぎ取る。次に女性が、サゴヤシの樹幹の木髄部を、ハシ状の器具で叩いて砕く。細かくなった髄は、樹皮などで作った、沈殿水路や容器に移し、水をかけながら、これを揉んで、澱粉質を含む液を分離する。この液を大きな容器にため、 澱粉室が沈殿したところで上積みを捨てて、澱粉室の実を回収する。樹皮を剥がれた状態のサゴヤシ一本から澱粉室をすべて回収するにはおよそ20時間の労力を要する。澱粉室のサゴは乾燥して保存する。食べる際には水を加えて生地を作り、火の上や熱い灰の中で加熱して、パン状の食品とする。 魚などを同時に焼いておかずにして食べる場合もある。また、ブルネーや、東、マレーシアでは水を加え、煮て作る、上々のアンブヤットを主食の一つとしている。パプアニューギニアではサクサクと呼ばれる、湿ったデンプンの塊として流通している。キャッサバの芋から取るデンプンのタピオカを加工して、作られる球状のタピオカパールと同様に、サゴからもサゴパール。 玉砂ゴなどとも呼ばれた。西国米族に、産後米産後米とも呼ばれ、スープの具にもされた。が作られる。砂ゴから作ったパールの方が、タピオカパールよりも、ずっと歴史が長く、東南アジアから、ヨーロッパ、中国、台湾、琉球王国などにも輸出され、中華圏では、砂国米や、西国米、琉球では、正確 B などと称された。 山人レンが1591年に表した、下う仙八千巻11にも砂国米以上の調理法について記載がある。現代の関東料理では、サゴパールを煮て、柔らかくし、ココナッツミルクやザボンの果肉マンゴープリンなどと、組み合わせて、各種のデザートが作られている。また、サゴヤシの倒木を放置した後、幹の中に住み着いたヤシオオサゾウムシの幼虫を、 採集し、生、または加熱して、食用とすることも行われる。ヤシオオサゾウムシの幼虫は、サゴデンプンに含まれない、動物性タンパク質を摂取するための貴重な食料となっている。植物から作られるデンプン。独立行政法人の畜産業振興機構。2019年12月6日閲覧。竹富翔一。 バキタル五大辞典 P824 ブン社1938年、竹富昭一、バキタル五大辞典 P824 ブン社1938年、何は十吉岡防編著郷、和寛精進料理賞六丁、元禄十年大阪、小島寛江門関林線書店、1978年、複製、意き文子従う生八千、牧十一、篠田光る、 中国食物誌、P259、東京、柴田書店。ありがとうございます。